はい、どうもこんにちは、連日工作です。今日はマキタのバッテリー交換をやっていきます。まずこれいい方ですね。メロディーが流れます。で、次に悪い方ですね。で、ここに空気穴が入ってまして、純正はですね、これで冷やしながら行います。そのため最初ちょっとファンを出するんですが、一回やってみます。はい、次にこちらをやってみますが、まあ、変な音が鳴ってますね。エラー音が鳴っております。まあ、そのためですね、これカバー開けまして、ビスは最初に取ってあります。こんな感じでですね、 A 品と純正品と、パチモンではですね、基板の大きさが2倍以上変わることが分かっています。純正品はですね、各セルごとの電圧を見てるようなんですが、パチモン、中華パチモンはですね、一括で見てるということで、セルごとの電圧の減りとかをですね、細かく検知できないんですね。これがAmazon で調達した基板です。2000円ぐらいです。で、分解してまずマーキングをしていきます。左上がプラスで、右下がマイナスになってますね。そこに赤と青で、今電圧を測ってます。 10.8V、 11V ぐらいです。 18V 定格に対して 11V ぐらいしか出てないです。で、ハンダで溶かしていきます。ハンダ吸い取り線とフラックスを用意します。ハンダ吸い取り線にフラックス塗って吸収力を高めています。この元のそのハンダがかなり高温でしか溶けなくて、450度まで上げたんですけども、溶けづらいので、そういう時は溶けやすいハンダを溶かしてこうなじましてやると、融点、全体の融点が下がってやりやすいですね。で、こじって取ってます。ハンダを吸い取ってからですね、こじって基板を取り外しています。で、古い基板取り外しました。これマキタの純正なんで、樹脂でカバーされてますね。粉とかでショートしないような処置が施されています。無事基板を取ることができました。で、ここに新しいものをインストールしていきます。で、まあ、一部はいいんですけども、一部その金具の位置がちょっと違うんですよね。それにちょっと苦労しましたが、まずここで押さえつけて固定しておきます。そしてハンダでくっつけていきます。横からですね、ハンダでくっつけていきます。一部ここの金具がうまくはまらなかったので、引っこ抜いて形に合うようにハサミで切っています。場合によってはハサミダメになる可能性あるので、ちょっと注意がいるかなと思います。今回ちょっと代用してみました。で、ビスで基板を固定してハンダを当てていきます。あんまりね、熱かけすぎて壊さないように注意が必要かなと思います。各端子ですね、ハンダを入れて、そしてセットして仮 で通電してみたいと思います。これで、カチャッとはめて、そしてバッテリーで入れていきます。これ音が鳴れば完了ですね。無事、充電されております。実際ですね、インパクトドライバーでも試してみます。実際20Vぐらい出てたので、問題なく動くようになりました。本日もご覧いただきましてありがとうございました。